ウタちゃんが、なんと、ね、妖怪ウォッチジャケに勝ちました。今から、ウタちゃんが、ウタちゃんが、完全勝利の儀式を行います。どうぞ、ウタちゃん。はい、あの妖怪ジャッキー、妖怪ジャッキー勝ちました。妖怪ウォッチジャッキー、妖怪ウォッチのジャッキー勝ちました。嬉しいです。本当に嬉しいな、嬉しいな、本当に本当に、どうも嬉しい。皆さん見ていただいてますか？ヤン様見ていただいてますか？クルザイキサンダーロード井戸ちゃん、はい、なんと妖怪ウォッチジャッキーに本当に勝っちゃいました。勝った、本当に勝った。あなたは素晴らしい。勝ったぞ、勝ったぞ。あなた素晴らしい、本当に勝った。嬉しい、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 嬉しいです。はい、嬉しいです。素晴らしい、嬉しいです。コマネイチ嬉しいです、嬉しいです。モノマネ、このまで行こうと思うんですが、応援にここまで来てくれた人が一人いらっしゃいます。さあ、誰でしょうか？誰ですか？皆さん、特別ゲスト、お願いします。やはり森進さんはやっぱし、あの、なんか私のファンらしいんです。で、ちょっと一言どうぞ。こんばんは、森進一です。今日も、イトちゃんのために、来たんです。ジャッキー、おめでとうございます。私もこれから、歌、演歌を、もっともっと頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。友達ゲスト、ありがとうございます。森進さんでした。ありがとうございました。嬉しいです。もう森進さんは長年のお付き合いで嬉しいです。ああ、嬉しいです。ジャッキーの方、ジャッキーの方、ジャッキーの方、ドラえもんさんももう一度呼ぶかなと思ったんですけど、ドラえもんさんがちょっと用事があって外なので、アグネスちゃんは東京へもう帰られて、もうちょっと来られないということです。もう本当にもっともっとゲスト来てほしいんですけど、森進さんだけは今のところちょっと仕事が減ったようです。まあ、なんとか私のために来てくださったんです。嬉しいです。森進さん大好きです。大好き、大好きです。森進さんの歌も、もう年上の人とか、あの港町ブルース、港町ブルースとか。